やっぱりさっきのルームはすごい開放感だったんですけど、ここに結構居住空間をしっかり取っている。こっちの方はほぼほぼ一緒で、でこちらの方がルームはガラーンとしてたスペースにこういうベッドがあったりとかね。みるみるランド、はい、エースキャラバンズの AS1330 の DL とルーム、はい、2種類あるんです。こちらが、ね、DL で反対側がルーム。2つの違いを比較してみたいと思います。はい、形はほぼ一緒ですね。一緒、同じ大きさに見えます。どちらも牽引免許不要です。でそれぞれどう違うのか見ていきたいと思います。はい、AS1330 ルームです。はい、フジカーズジャパンさんの出展されているお車です。外観がね、結構すっきりした白なんですよ。で、ちょっと黒っぽい色でラインが入っている。で、観音開きガバッと入ってますね。そう、すごい空間広いですよね。うん、で、そこの上に SS ロゴが入っています。で、牽引免許不要、不要ですね。3つバンバンバンって、不要不要不要ってね。書いてあります。はい、で結構もここもねロゴが入っててシンプルな感じですけど、窓もねここに1箇所開いてますね。うん、あ、でここに大きな窓が広いですね、こっちから見るとね。開いてますね。でやっぱりロゴが上にあるんですね。はい、ここもすごい広いです。そうですね。じゃあ中にも入っていきたいなと思います。で、こんな感じで就寝時レイアウト。あ、やっぱり自転車とかにあそこに乗っけられる感じですね。広いですもんね。なるほど。こちらエースキャラバンズスペインからの輸入です。車両名が AS1330 ルームです。就寝定員が2名、車両重量が630キロです。全長が 4.8 メートル、幅が 2.2 メートル、高さが 2.4 メートルです。お値段が159万円です。はい、では中見てみましょう。はい、ではね、お邪魔してみます。あー、嬉しいな。はい、広い。やっぱり明るくって広い。中がね、内装が広いから広く感じますし、実際広いですね。そうそう、全然手広げても後ろがすごいカバーッと開いててね。そうそうそう、ここすごい開けてあるんですよ。で、さっき写真にあったのはここにね、自転車とか止めてあったので、うん、そういうものをかなり積むのに特化しているのかなって思います。で、結構明かり取りのこういう窓とかちゃんとあったりとかして、それもすごくいいですし、ちゃんとね、網戸もつくようになってます。ここは本当にね、自転車とかバイクとかで、しかも搬入口大きいから大きい荷物ね、結構入れやすいですよね。詰めやすいね。で、ちゃんとここにライトも今はついてないですけどついています。で、ちょっとですね、はい、反対側の方なんですけれども、こちらね、キッチンスペースになっていて、上はこちら換気になってますね。開いてるだけです。でもね、明かりがすごいね入ってくるので、キッチンも昼間すごい明るく使えますし、ここに収納大きいのと、シンクもしっかり大きめのと2口コンロがついていて、こちらはね、はい、よいしょ、じゃーん、めちゃくちゃね大きいですね。これは結構入ります。そしてこちらは収納なんですけども、中にですね、はい、こんな感じでカトラリーをね、入れられるようなところがありますね。そして、よいしょ、後ろ振り返るとこちらがね、ダイニングになってて、ここはね、物を置けるようなスペースで、あとはこんな感じの収納スペースで、中は全部ね、つながってる感じですね。やっぱりこのね、ライトがおしゃれですよね。で、いろんな方向にね、ちょっとこう動かせるのがいいなって思いました。うん、そして座らせていただくと、ふかふかです。結構大きなテーブルなので、お料理いっぱいも持ってきてもいいですし、なんかちょっと作業するのも便利そうな、そうだね、すごいいいスペースになってますね。うん、でね、やっぱりこの目の前の窓が大きいから、すごい開放感もありますし、うん、明るいです。本当に広々してね、過ごしやすい空間のトレーラーですね。そうですね。
こんな感じの内装でした。みるみるランド。はい、ではこちら 330TL を見ていきます。同じねメーカーさんで S1 なんですけども、こっちはね 330DL の方です。ちょっとね中拝見します。あ、外から、あ、外から、はい、外から拝見します。このね窓の大きさとか大きい感じは、はい、さっきと一緒ですね、ルームと同じ感じで、うん、ここもねすごい下が広く取られてます。でやっぱりここにエースっていうマークがちゃんとついていて、ここのデザインもすごく似てますね、うん、一緒かなと思いきやここにだけね穴が開いてるんですよ。で中とアクセスできて穴が開いてる、穴が開いてる、そう確かに穴が開いてます。マルチルーム的に使えるのではないかということと、まあ、後ろはすごいシンプルな感じですよね、はい、そしてですねこちら側に入ってきますと2つ窓がついているので、こちらはねきっと2段ベッドがあるんじゃないかっていうのと、下にね収納スペースがあるのでアクセスができるようになっています。はい、こちらエースキャラバンズスペインからの輸入です。 S1330DL です。就寝定員が4名、車両重量が 750kg、 全長が 4.8m、 幅が 2.2m、 高さが 2.4m です。お値段が165万円です。はい、じゃあ中見てみましょう。はい、こちらも牽引免許不要です。不要なのが嬉しいですね。この大きさで不要っていうのが嬉しいです。はあ、やっぱりさっきのルームはすごい開放感だったんですけど、ここに結構居住空間をしっかり取ってる。こっちの方はほぼほぼ一緒 で、 でこちらの方がルームはガラーンとしてたスペースにこういうベッドがあったりとかね。このね2段ベッドがまたちょっと使いやすそうですし、ちゃんとねライトがこのタイプなんですよ、うん、だからすごい角度も変えられるし、おしゃれでね、結構広めの窓がついているので寝ててもね外が見えて開放的じゃないかなと思います、うん、それから下がですねこちら、はい、見てみますと外からもアクセスできるマルチルームにつながってますね、はい、で私の背面なんですけども、こちらは開けてみますとこんな感じでねちゃんとクローゼットですね、クローゼットになってます。で下がですね、はい、こんな感じでこちらも物入れになってます、うん、はい、そして反対側を見てみますとこちらがねやっぱりマルチルームになってますね、はい、でこちらは、メーカー換気できるのかな、であとライトがあってシャワーもついていて、あと出やないこちら側につけてあげれば、うん、ちょっと防水になってますね。そうですね、これ出るのかな、あ、そうですね、行ってみましょう。こんな感じですね、中は本当シンプルですっきりになってます、うん、そしてキッチン、はい、キッチン行きました。こちらはですね先ほどのルームと同じタイプです、うん、シンクがしっかり大きさがあって、こちらはスパクチコンロをついていて、はい、で上はですねこんな感じでつながってるタイプのやっぱり収納、うん、同じサイズだと思われますね、こちらは。そしてここ開けると、あ、そうですね、ここもね同じ感じで引き出すとカトラリーとかを収納できるようになってます。結構引き出せますね。であとガス入れるとかがついています。はい、そしてねこちらももう一回開けさせていただきます。大きな冷蔵庫、もう大きなペットボトルだけでなくいろいろ入れられます。これだけに充実した、なかなか冷蔵庫がついてると嬉しいです、ね、うん、そしてキーチャージ、こちらにリングルームがあります。上も窓ですね、まあ、これも一緒ですね、これ一緒ですね、上が換気できるようになっていて、はい、じゃあこっち反対側に来ましたけど、反対側いいですね、こっち広いので、うん、足をこう投げ出してこういう感じでくつろぐことができます。これいいですね。でやっぱりさっきのルームと一緒でこの開放感めっちゃあるんで、うん、明るさはねこちらもすっごい明るいです。はい、テーブルのサイズも先ほどのルームと同じサイズです。はい、